ということで、なんとこちら5月に撮影したものですが、やっと編集する時間ができたので完成しました。こちらアップしていきたいと思います。今回はワークマンの出張に行くためにデータを少し消したので話が飛んでおります。ということで、ジンベエを買うシーンから。ありがとうございます。じゃあお前着替えるなぜか4380円。ほんまにありがとうございます。領収書もお願いします。はい、いいよ。まだけ大吉。大吉まだ。大吉、リュックマスちょっと待っててね。リュックの中にオーバーオールが入りますぎて。あ、俺はリュックもガチャあれだ。あ、ほんまですか。ありがとうございます。結構ギリ無理やり詰めたんで。はい、じゃあオープンします。いけた。お前来たら言うとったもんな。来たら言ってました。これじゃあ行こうか、打ち合わせ。 OK、すよろしくお願いします。オール似合ってるぞ。ありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。来ます。安いし質がいいんですよ。カクテルパーティー効果ってあれや。自分らに近い言葉やったらちょっとプンって拾うみたいな。まさにそうなんですか。革細工の人みたいな。おさまじいな。かけた通りで人命の大金を撮影してます。買っていただきありがとうございます。まあ似合ってるよ。めっちゃ、あと普通に涼しくていいっす。じゃあ竹下通りを見てきたということで物件見て。はい、物件どうぞ。物件ね、やっぱ賃料やっぱ97万からすんの高っ。広さ、うん、店舗でちょっと外れてんじゃん。ということで、今回もマスさんが選んだスープカレーを食べていきたいと思います。そして食べ終わった2人。いや、美味しかったですか。いや、美味しかったです。ありがとうございました。スープカレーうまいよね、やっぱ。いや、めっちゃうまかったです。ごちそうさまでした。打ち合わせに向かいます。やっぱこういうところが一貫結構されてるのあるよな。これでマスさん動画撮ってます。そうですか。はい、打ち合わせ向かう感じですけど。そうですね、特に。いまだに僕が何度打ち合わせに行くのか分かんないんですけど。なぜジンベエで行くのかが俺は分からへんけど、ケロさんに買ってもらったんで。今さ、すれ違った時にディオールのバッグも出とったけど。あ、そうなんですか。あれほんまやな。あ、マジっすか。場所が場所やからな。よく見てますね、ほんまに。全然気がつかなかった。そしてここが目的地。はい、あ、マスさんが後ろ向いちゃってる。ようやく到着しました。初めて会う方なんですけど、とある方の紹介で一つ懸念してるのは、まずは大吉が対面にもかかわらずジンベイであるということ。こんな格好です。懸念事項その1、ジンベイである、うん、で懸念事項その2、男の服が汚すぎる。ちょ、見せて。ゴムのりのボンドの方が強いのが強いっていう懸念事項2個抱えたままから打ち合わせ。意図的に作ったけど、じゃあ1個。じゃあ、もう少しね、お時間なんで、はい、お邪魔させていただこうと思います。あ、こんちゃんは本日の13時でアポ取らせていただいた千人と申しますが、ワクワクしますね。ではロゴの話をしていきたいと思います。素材とかテクスチャーみたいなところはやっぱり手で書いて、それをスキャンして、はい、っていう形が多いですね。はい、まあ、はい、本当にフリー素材から勝手に拾っていってペタッと貼っただけなんですけど、まあ、僕らセクシーってよく言ったりするんですけど、じゃないで使ってることなんですけど、コードってセクシーじゃないので、全部に対してセクシーセクシーセクシーっていう、なんかおぼろげな概念というか、やってて、はいはい、でみんなでそれを守っていこうと思ってるところなんですよ。はい、このデザインも意味わかんないと思うんですけど、まあ、ちょっとセクシーにしたいっていう。それを生かしたい。あ、そうです ね、こんな感じで、まあ、一応ロッキングチェアっていうその背景、はい、ストーリーがあればいいかな。でこの太さに別に特にこだわりなくて、写真とかはい、もう普通にAmazon で買ったロッキングチェアです。なんと私も衝撃だったのですが、こちらヒロさんが勝手に買ったロッキングチェアです。その時にそのロッキングチェアがあったっていうわけではないですよ、はい、なんで眺めたいとか。そうで、親父がまあ亡くなって、そこからまあ母一人でまあまあボロボロのちょっとやってたんですけど、その後にまあ我々兄弟が入って、はい、20年後にようやくそのロッキングチェアを買うことによって、まあ約束が果たせたなんてのがあって、普通にマレーシアサムスに2万円ぐらいのロッキングチェアってどっかの持ってるかな。インスタとかにあった気がします。足の部分ですよね。そうです、そうです、足の部分ですね。トルムしたみたいな、今パッと見やった方がアルファベットだけなんか、それともモチーフみたいなのを用いるのか、どうしようかっていうのをもう悩んでる感じで、うん、たまたまラフで心身工房ってなんかの半個目にポンって並べてるって、なんか頭があったかなって。ちょっと漢字でいくか、アルファベットでいくか、あるいは風間さんのデザイン次第で決めようかなっていうところの正直だったりとか。まあでもこれはでもとりあえず一旦保留みたいな感じ。こちら浅場さんが作ったロゴでございます。そしてロゴの打ち合わせも終わりました。
めっちゃ良かったですね。めっちゃ良かったな。ロゴのデザインと名刺と箱とコンポスト台、どうなるか楽しみですね。そうやね、うん、で、あの大吉のジンベ、うん、受けてたな。嬉しかった、それで。こいつ、なんでジンベなんやろって最初思われたと思う。最初目やった時にスキラッと見られた記憶があります。大阪からジンベで今日とこしてたあれやろ。やばって思われてた。理由説明して笑って受けてた。すごいさ、気さくにさ、大してくれてよかったですね。デザイン一流なんでね。じゃあ、メガネ買いに行こう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。メガネを買う前にヒューマンメイドのシャレたポップアップ店を発見、そして立ち寄った、そして商品を購入。クレカの決済ミスってて、え、マジっすか、間違った金額で1回落とされて、はい、でそのやり直しで時間がかかったらしい。あの、そういうことか。無事購入いたしましたので、はい、あのこういうさ、今回こういう芸がいいよな。ファイル的な感じですか。まあ、こういうのはなんかあのブランドと思う、あのレシート入ってるやつ買って、いちいち可愛かったやんか。ちょうどコナに入ってるやつね。やっぱめっちゃおしゃれ。だからいちいちブランドなわけよ。いいですか、我々のこういうとこ目立たなきゃなっていう。最後までこだわってるのがブランドって感じが本当にします。弟町ですよ。なるほど。あ、そうだ、どうもありがとうございます。あ、すごい、よろしくお願いします。マサさんも購入完了。やっと買いました。有名なブランドらしいけど、まあ、買ってから言うのもないけど。そう、ストリートストリートファッションの中でも、あの相当レベル高いところらしいっすよ。なんか書いてこと、めっちゃ久々にユニクロ以外でよく買った、めっちゃ久々に。この間さ、1500円の T シャツにブツブツ文句言っとったのに、今日、はい、その20倍ぐらい払いました。ユニクロの T シャツ20枚買いますね。想像以上の値段でしたね。まあ、満足の買い物やったということで。いや、本当にキャップも買ったからね。まあ、あの勘のいい大吉分かると思うけど、メガネなしやっぱっすよね。うん、服買ったから。え、うせえ。え、マジですか。え、ほんまにですか。やっと、ありがとうございます。マジでどこ写してる。不動産写してんじゃん。不動産写してないっす。いや、俺結構ちゃんと今広さもピント合ってますよ。じゃあその真ん中にノートがあのずっとあのピントずれたら写してんじゃん。メガネを買いにメガネ屋さんに入店。不意に、はい、大吉のメガネ買うと思う。ありがとうございます、本当に。一回ちょっとメガネ外してるよ。職人用メガネ。そうそう、かっけえ。もうこれ、このテーブル見た時に、うわ、このデザイン超好きって思って、すげえかっけえ。いや、かっこいいですよね。ここのくるっていうカーブ描いてるのがめっちゃかっこいいです。もうこれはもう今日は上も下もメガネも全部買っていただいて、もう毎日これ つけて会社行きます。いや、まあアンティークの、アンティークっすね。思ったより早く打ち合わせが終わってしまったので、新幹線の時間を早めました。東京駅で待つ予定でしたが、品川駅に来て品川駅で待とうと思います。大吉町のモノクロアカウントもアップしてんね。あ、アップしました。こう泣きも飛びません、誰も見にアカウント。でも一時期アメブロと同じぐらいのあのピューブビュー数は言ってましたよ。300、400、いやマジマジマジ。まあ、そのわけで今ゴールさん帰りますけど、品川駅から乗ることに9個書いたけど、東京駅と一緒みたいな感じでもっといろいろあるかなと思って何もなかったな。帽子買いない。帽子、うん、帽子かわいいっす、めちゃくちゃ。帽子買いない、うん。T シャツも買ったけどさ、値段見たとき、見た目はクールにしてたけど、心の中で感じりますよね。お前な、おもあの値段乗せてほしいよな、ちゃんと。そうですね。もう在庫から持ってきてもらったら買うしかないやん。まあでも気に入ったやつだからええけど。返品1個って言われたらなかったわけですもん。今日は出張とかもう日帰り旅行やったけど。楽しかったです、ありがとうございます。僕のメガネも買っていただいて。買い物しに来たよね。仕事したの20分やん。打ち合わせ20分やん。もうちょっと打ち合わせ普通にいろいろするんだろうなと思ってたんですけど。本人の中でも決まってた感じ。大丈夫な感じやったから。大丈夫感じだと思う。コーヒーちょっと一気飲みしたもん。そろそろ終わりそうやなと思ったから。バレへん、早くなんだし、あのコーヒーカップのセンサー、うん、デザイン入っとってんか。俺あのコーヒーの粉が固まってんか、大丈夫か。大丈夫、大丈夫です。まあでも不動産映そうね。ちゃんと2人アップで、いや、入ってます、入ってます。入ってますよ。広角や結構、うん。まあそんな感じで帰ります。大吉だと。とても楽しかったとしか言いようがない。俺仕事に来てんのかなって格好ですよ。ジンベエ姿で新しくメガネも買っていただいて。マキはね、一つも仕事してる。動画撮って、写真撮って、インスタとブログは上げたんで。ブログ更新してたな、それは。大吉酒のね、地球発生してるからさ、言い出したら。メガネの度数合わせる時も地球発生してるから。いや、おかしいよな。じゃあ帰りましょうか。はい。ありがとうございました。以上です。5月に撮影というかなり前の動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。